エリック・ブレッドソーはアメリカ合衆国アラバマ州バーミングハム出身のプロバスケットボール選手 NBA のロサンゼルスクリッパーズに所属しているポジションはポイントガードケンタッキー大学時代はジョン・ウォールやデマーカス・カズンズなどと共にプレーし3年間で35勝3敗という強さを誇ったそして2010年の NBA ドラフトに アーリーエントリーを表明。ドラフトでは18位で、オクラホマシティサンダーから指名されるも、直後にロサンゼルスクリッパーズとのトレードが行われ、交渉権がクリッパーズに移動した。1年目はバロン・デービスの控え役としての起用がほとんどで、2年目からのシーズンもクリス・ポールの控えに甘んじていた。二千十三年夏、ミルウォーキーバックスなどが絡んだ三角トレードで、 フェニックスサンズに移籍した。サンズ加入後にスタメンに定着し、2013から14シーズンは平均17.7点を記録し、ミップ候補にも挙げられたが、膝の手術でシーズンの大半を欠場するなど、本領を発揮したとは言い難かった。オフは制限付き FA となり、契約問題が難航したが、9月24日に5年7000万ドルで再契約。 2014から15シーズンは自己サイトの81試合にスタメン出場したものの翌2015から16シーズンは2015年12月26日のフィラデルフィアセブンティーシクサーズ戦で左膝の全十字靱帯を断裂する重傷を負い手術のために同シーズン残り全試合を欠場となった2016から17シーズンは膝の負傷も感知し開幕から出場 2016年11月2日のポートランドトレイルブレイザーズ戦では115から115の同点で迎えた延長第1クオーター残り数秒の場面から決勝ブザービーター3ポイントシュートを決め開幕4連敗を喫していたサンズにシーズン初勝利をもたらしたさらに2017年1月22日のトロントラプターズ戦では自己最高の40得点を記録した 1>, 1月28日のデンバーナゲッツ戦で自身最多の41得点を記録。しかし、3月15日の左膝の負傷のためにシーズンの起り試合を欠場することが発表された。2017から18シーズン、サンズは開幕から大敗が続き、10月21日のロサンゼルスクリッパーズ戦で大敗を喫した後、 ツイッターで、もうこんなチームでプレイしたくないといった死守の書き込みを行い波紋を読んだ。本人は、ヘアサロンにいただけだと、首脳陣に説明したが、そのような言い訳は通じず謹慎処分になった。リーグからは、罰金処分も課せられた。結局11月8日に、グレック・モンロー及び将来のドラフト指名権とのトレードで、ミルウォーキーバックスに放出された。 2017から18シーズン、2017年11月10日のサンアントニオスパーズ戦でバックス加入後初出場を果たし、13得点で94から87の勝利に貢献。さらに22日の古巣のサンズ戦では、敵地トーキングスティックリゾート、アリーナの監修から大ブーイングを浴びせられながらも30得点を記録し、チームの勝利に貢献した。 2018年3月30日に行われたロサンゼルスレイカーズ戦で39得点を記録。試合はオーバータイムの末、バックスが124から122で勝利した。4月9日に行われたオーランドマジック戦でキャリア4度目のトリプルダブルとなる20得点、12リバウンド、11アシストを記録。試合はバックスが102から86で勝利した。 2018から19シーズン、2019年3月1日、バックスと2023年までの4年総額7000万ドルで契約延長した。身長185センチながら202センチのウィングスパンを活かして、両手で数多くのダンクを決められる。プレイオフでは、レギュラーシーズンほどの成績を残せていない。ありがとうございます。